まあ、電動はね、下3本、上3本ですね。で一緒に上げながらね、あのロアホースのロアホース部分をねかわしてください。こんな感じで外れます。で最後ね引っかかるので、でかわした後もこっちからね、こっちから抜き上げて入れる時はこう反対側入れてこっちに入れて、でロアホースのね取り付け部をかわしながら行ってください。これで外れました。でそれからねサーモ交換するので、外します。これねトヨタはねマーク書いてるので、これですね、これがサーモの黄色の方がねサーモの上マークで、下側が、ね、ロアホース、アッパーもね売ってました。でこれ等ミリで、こいつから見えてるかな、これ外します。エア抜きはね一番真上につけてください。
ちょっとね、サーモンは見にくいですがね、パッキンつけます。でゴムがね、溝に入るようになってるんで必ず入れてください。これが真上です。このチョボが、で接地面ね、ちょっときれいにしてもらって、OK です。で、ホースですよね。この黄色い方が上です。奥の上です。こんな感じです。OK です。あとはね、このラジエーターの上と下のゴムを外して付け替えます。ラジエーター新品です。ここね、閉まってるから見てください。あとはね、外した通りにつけていくのと、こいつね、こっちに入れときます。でこれウォッシャータンクのね、ここと5ミリ、これを外してる方がね、配線がね、ちょっと余裕出ます。これね、余裕出ます。組み付けていきます。電動ファンしたためます。
ホースつけます。